こんにちは、ゆっくりヨウムと。ゆっくりサクヤと。ゆっくりレミリアだよ。あれ？お嬢様、なんでまたこちらに？気づいてるとは思うけど、背景と立ち絵を変えたから報告に来たのよ。ああ、確かに変わってるね。前回まで落書きさんの変えた立ち絵を使っていたのだけど、編集環境を変えたからそれに対応するふみちかさんの立ち絵に変えたのよ。背景変えたのは気分よ。なるほど、そういうことだったのね。ちなみに編集環境を変えたことでさっきみたいに、っていう感じに順番に文字を出したり、っていう感じに一部だけ文字の色を変えることができるようになったのよ。これらに加えて、こんな感じに文字を一文字ずつ出すこともできるようになったのよ。へえ、いろいろと変化したんだね。でも編集が遅いんだよな。ん？何か言った？いやー何にも。そう、それならいいわ。顔に出てるんだけどね。じゃあそろそろ本題に入りましょうか。そうだね。さて、今回紹介する BGM は？サイレントパートナーさん作曲のインディーロマンスです。この曲はギターを用いたカントリーミュージックです。楽しい時とかに使うといいかもね。そうだね。他にも農業ゲームとかのほのぼのしたものにも向いてるかもね。確かにそれもあるかもね。話は変わるけど、ここで報告しなきゃいけないことがあるの。で、その報告というのは？じゃあ発表するわね。受験勉強のため、動画投稿をお休みします。ああ、そういえば学生だったね。そう、来年から受験生になるから勉強に集中したくてね。この動画も2学期中には出したかったんだけどね。ああ、そうだったんですね。では、気を抜かないようこれからしっかり監視させてもらいますからね。あ、そこまではいいかな。え？いや、昨夜もメイドの仕事で大変だろうし、そこまではいいかなって。いや、大丈夫ですよ。心配しないでください。へ、そうね。じゃあ頼もうかしら。わかりました。では今から勉強しましょうね。はい。それでは、今回もご視聴、ありがとうございました。この BGM の続きが気になったら、YouTube スタジオの右側オーディオライブラリのタブから、ここに打ち込むとダウンロードできますよ。それではしばらくの間、さようなら。